皆さんこんばんは、ヒロです。第12回スペシャル対談ライブの時間がやってまいりました。先日のストーリーズでもあげましたけども、実は今日ですね、スペシャルゲストさんが、僕どちらかの誕生日になりますということでですね、今日は誕生日ライブという形でですね、お届けしたいなと思います。で、実はですね、今回の、第12回スペシャル対談ライブなんですけども、今日は、自分で言うのもなんなんですけども、今日僕の誕生日になります。実はですね、フォロワーの皆さんもご存知の通り、この春はですね、人事異動で、人事部に異動になりまして、結構平日はですね、結構残業の多い部署っていう風に聞いていた関係で、ライブのですね、日時を金曜日から土曜日に実はシフトさせていただいていました。ただ今夜のスペシャルゲストさんにですね、その辺のお話をさせていただいて、6月も明日の26日の土曜日に実はライブをやろうと思っていたんですけども、スペシャルゲストの方からですね、一日違いならぜひヒロさんの誕生日にやりましょうということになりまして、実は今日一日前倒しで今日金曜日でのライブという形になりました。スペシャルゲストさんのお気遣いによりですね、実現したライブと言って過言ではないと思いますので、今日はですね、誕生日ライブということで、お届けしたいなっていうふうに思っています。で、前回、神戸のレイさんからアトリエでからご出演をいただきましたけども、今日はですね、さらに兵庫県神戸からさらに西へ向かいまして、ストーリーズでもご紹介しましたが、お寺より今日は素敵な男性のスペシャルゲストさんにご登場をいただきます。でですね、実は今夜ヒロ御朱印インスタライブ初めてとなる九州ですね。九州のエリアからお送りしたいなと思っています。ヒロさん、九州は8月ではと思った方たくさんいらっしゃると思うんですけども、実は今夜この6月もですね、九州ライブを実はシークレットにしていました。なので、九州にお住まいのフォロワーの皆さん、お待たせいたしました。九州エリアの方はですね、今夜の今日の6月と8月と続きますので、どうぞお楽しみいただければと思います。でですね、実は先にですね、皆さんにちょっとお伝えしたいことがございまして、今日のライブなんですけども、9時にスペシャルゲストさんとちょっと最終のライブテストをしたんですけども、ちょっとですね、現地との電波の状況があんまりちょっと良くないという状況の中でのスタートになりそうなので、今までもそういう中でですね、何回も、ヒロ御朱印インスタライブ、スペシャル対談ライブやってきましたけども、その辺はですね、僕とスペシャルゲストさんで協力をしながら、あと皆さんにもですね、温かい目で見守っていただきながら、ライブをお届けできればなっていうふうに思っています。それではですね、早速なんですけども、僕から見てもですね、仲良しのご住職の一人でもあります、九州エリアから今日はですね、大分県臼杵市から、スペシャルゲストさんにご登場をいただきたいと思います。それではご紹介したいと思います。歌うお坊さんこと大分県臼杵市法恩寺の加藤副住職こと、遠征さんです。今、現地とおつなぎいたします。しばらくお待ちください。今、つなぎますので、しばらくお待ちください。
ちょっと待ってくださいね。今ね、まだちょっと遠征さんの方からちょっとリクエストが来ていないようなので、しばらくお待ちください。遠征さん、ライブ見てますか？ゲストリクエストお願いします。皆さんすいませんね。しばらくお待ちください。遠征さん、聞こえてますか？今しばらくお待ちください。すいません。遠征さん、聞こえてますか？ちょっと現地とつながらないですね。遠征さん、リクエストお願いします。はい、これで。できた？遠征さん、聞こえてますか？はい、こんばんは。あれ、ダメかな、これ。参加リクエスト。今ね、映像入ってますよ。あ、入ってます？はい。今もう皆さんに映ってますよ。あ、本当ですか？ちょっとですね、今日もともちょっとね、ライブ最後のちょっと最終リハのところで、ちょっとネットの状況がですね、ちょっとなかなか思わしくなくてですね、ちょっと皆さん、ご覧の皆さん、大変ちょっとご迷惑をおかけしちゃってるんですけども。聞こえますか、ヒロさん、こんばんは。はい、皆さん、大丈夫ですか？うん、聞こえてますよ。よかった、今、ちょっと iPhone で何回もリクエストしたんですけど、全然ダメで、なんか、iPhone がおかしいかな。まあちょっととりあえず始めたいと思います。はい、遠征さんね、もう皆さんに映ってますから。よろしくお願いします。皆さん、お待たせ。はい、はい、それではですね、改めまして紹介させていただきます。ヒロ御朱印インスタライブ第12回スペシャル対談ライブ、今日はですね、大分県臼杵市法恩寺の加藤副住職こと遠征さんです。遠征さん、こんばんは。こんばんは。なんとイケメンと、ありがとうございます。ヒロさん、誕生日おめでとうございます。ちょっとね、今日はね、もうさっき9時からの、ライブのね、お互いちょっと最終リハのところから、ちょっとネットのね、状況がちょっと思わしくなくて、ちょっと今のこのライブのスタートのところも、なかなかちょっと難しい状況でしたけど、ね、皆さん、視聴者の方、温かく見守っていただいてですね、なんとか無事に、ここまでこぎつけることできましたので、これからですね、ぜひ、いろいろ、ヒロ御朱印インスタライブを、やっていきたいと思いますので、遠征さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それではですね、遠征さん、遠征さんのことをご存知の方もたくさんいらっしゃるでしょうし、あとは、この今、ヒロ御朱印インスタライブを通して、初めて遠征さんをご覧の方もたくさんいらっしゃると思いますので、まずはじめに、遠征さんの、法恩寺のお寺の紹介と、あと遠征さんご自身の自己紹介をお願いいたします。はい、ここ、法恩寺、法ですね、法律の法に音楽の恩に、寺と書いて音の教えの寺、法恩寺というお寺です。どこにあるかというと、先ほどヒロさんも紹介していただいたように、九州の大分県臼杵市というところにあります。ほとんどの方はですね、大分県、来たことないと思うんですけど、すごく温泉とかがいっぱいあって、あと鳥店とかもあって有名な、町です。で、
皆さんコメントありがとうございます。本当いろんなところで YouTube とか、自分自身 YouTube であったり、まあ、Instagram もそうですけど、あのお坊さん YouTuber、 歌うお坊さん YouTuber としても、活動しております。で、この法恩寺はあの宗派ですね。宗派は日蓮宗のお寺です。まあ、日蓮宗というと、南無法蓮華経っていう風なお経を唱えるようなあの日蓮宗のお寺になります。こんなとこですかね、法恩寺の紹介は。こういった風にちょっときらびやかな感じの、ね、こんな感じの本堂がめちゃくちゃ広いんですよ。60畳ぐらいあります、これ。自分の画像があのコメント欄で全然見えないっていうね。あ、はい、僕の方でいろいろ拾っていきますよ。ぜひぜひ、ちょっとね、すいませんね、今日ちょっとね、ネットがですね、ちょっと双方がうまくつながってなくてですね、ちょっとパタパタしてしまいましたけど、ね、皆さん、これからですね、盛り上げていきたいと思いますので、ね、温かい目で見守っていただければと思います。衛生さん、そしたらですね、はい。今、コメントのところでも、大分に行ったことありますって方もいれば、大分県行ったことないですって方もいらっしゃったので、衛生さん、大分県の臼杵市っていうところ、どんな町か、ぜひご紹介いただいてもよろしいですか？はいはい。大分県というのは、まあ、そもそもですね、そもそも九州にあります。多分ね、九州全部言ってって言って言える方、まあ、ほとんどいないんじゃないかと思うんですけど、福岡の右下です。福岡の右下にあって、まあ、とにかく温泉が有名ですね。ただ温泉が有名なんですけど、この法恩寺がある臼杵市には、温泉が1個しかないっていうですね、そういったあんまりこう温泉目当てで来た人にはちょっとがっかりされるような街ではあります。はい。で、ね、やっぱりこう大分っていうとやっぱりこう別府、あと湯布院、こうね、温泉のこう全国的な、はい、もうね、本当有名なところはありますけど、僕も臼杵は行ったことがあるんですけどね、臼杵も本当温泉としてね、いい街ですよね。そうそう、以前ヒロさんも何年か前に来られたことがあるということで、はいはい、びっくりしました、こっちは。いや、この街に普通来ないですよ、普通は。普通来ないですよって、そんな言わないでください。空港からも遠いし、うん、別府とか湯布院からもちょっとね、1時間以上かかるんですよ。うん。なんでまあ、普通の人ならちょっと来ないですね。だけどほら、この、嬉しかった。ちょっとポジティブに考えて、このインスタライブを見て、ああ、じゃあ、ね、法恩寺に行ってみようとか、遠征さんに会いに行ってみようって言ってね、こう、別府から、臼杵の方にね、足を運んでいただければと思いますので。あ、ぜひぜひ、来ていただきたいです。遠征さん、こう大分県の臼杵にこう例えばこう法恩寺さんに参拝に行った時、ぜひよかったら参拝プラスアルファでなんかこんな観光とかこんなグルメもぜひ味わってってくださいみたいな、なんかこう遠征さん一押しのなんかそういうのありますか？はいはいはい、まあ大分といえば、鳥天、うん、鳥天なんですよ。うん、鳥天って鳥の天ぷらですね。めちゃくちゃジューシーで美味しいんですけど、まあ、臼杵といえば、フグがめちゃくちゃ有名なんですよ。あー、フグ。ただ、フグ、めちゃくちゃ美味しいんですけど、うん、まあ、ぜひね、これを持ってる方は、フグ食べていただいて、そうするとありがたいんですけど、なかなかかなりね、高級なものになるんで、臼杵で有名な、まあ、お菓子というか、臼杵せんべいとかですね。あ、臼杵せんべい。
薄きせんべいっていうお菓子がまあ有名ですね。先生さん、それ薄きせんべいってちなみにどんなのとかって、なんか写真でも実物でもなんかあったりしますか？もう実物を用意してます。はい。ねえ、フグはね、皆さんこう、広ご新世代をご覧の方は、きっとね、第5回、十三神社さんの時に、能登さんがね、能登の、輪島のグルメで、フグのね、フグ丼を食べていただいたのがね、フグ刺しとかもありましたけど、フグはね、結構全国的にもね、有名なところ多いみたいですね。あ、遠征さん、それ？これです。えー。これまず、臼杵石仏っていう、まあ、国宝の石仏があるんですよ。それの、まあ、パッケージになってます。エイジさん、よかったらちょっと開けてどんな感じかって実物見せてくれたりしますか？ちょっと開けますよ。はい、ぜひぜひ。ちょっと石仏の方から開けるのはちょっとあれですね。ね、結構過去のね、スペシャルゲストさんも実際にね、こう、グルメでね、実食して食レポをしていただくゲストさん多かったので。きま遠征す。さん、どんな味するんですか？薄きせんべいって。なんていうか、舌触りが、ちょっとせんべいっぽくないですね、これ。おせんべいっていうよりかは、なんかスイーツなのか？大丈夫ですか？なんかパッ飲ケーみジっ物ぽい、ごめんなさい、パッケージ食べてました。ダメですよ、紙食べちゃ。ごめんなさい、お腹壊すとこでした。ねえ、本当にもう、これはね、仕込みじゃないです。本当にね、遠征さんの素なんで。僕の素で間違えました。ごめんなさい。紙食べちゃダメですよ、遠征さいつも食べてん。るんで。皆さんもこのライブ見て紙食べちゃいます。そうそう、コメントでもいただいたように、生姜の味なんです。これ、生姜の。生姜なんですか？生姜なんですよ。生姜ですね。まあ、美味しいと言えば美味しいですけど。なんかもう大人の人もそうですけど、そうですね、ね。お子さんとかも結構食べていただけるような。結構ですね、生姜が好きな人は癖になります、本当に。で、僕もたまにこう食べるんですけど、子供たちにはどっちかっていうと、向かないかな。生姜の匂いがするんで、大人の味ですね。で、もともと、これっていうのは、参勤交代の時の、非常食というか、そういった形でこう使われていたみたいで、で、長持ちしますし、健康にも生姜だからいいんですよ。で、生姜好きな人には、やけつきになります、これ絶対。で、遠征さん、今コメントにも入っていますけど、結構体にも良さそうですよね。健康に体がポカポカします、もう一口食べただけで。ねえ、本当ね、健康的なね、生姜味の薄きせんべい。ぜひですね、このライブを見てですね、まあ、今ね、コロナっていう状況もありますけど、ね、コロナが落ち着いたら、ぜひね、九州、大分の方に足を運んでいただいたり、あとね、九州にお住まいの方、あと大分県にお住まいの方はですね、ぜひ、宝厳寺さんご参拝の後とか、前後にですね、今、遠征さんが紹介していただいた薄きせんべいをですね、ぜひね、実際に食べていただいたり、お土産とかでね、買っていただけたらと思います。遠征さん、あれですね、薄きにはね、結構、温泉も、あれですね、別府湯布院に負けない温泉どころあるんですよね。まあ、別府湯布院には完全に負けちゃうんですけど、はい。惨敗してしまうんですけど、一応湯の里っていうですね、お湯の湯に湯の里っていう、温泉があります。だからここも、まあ、インターネットでもし、うちのお寺とか臼杵市に来る際にはぜひ
調べてみたいと思うんですけど、もう、すごくいい温泉ですね。1個しかないですよ。温泉の町、大分の中の臼杵の中の、そこしかないです。ね、じゃあもうぜひね、臼杵にこう参拝とか観光に来た時にはぜひね、臼杵のその温泉入ってってほしいですよで、この臼杵石仏があるんですけど、ね。インターの近くに、はい。すごく、もう平安時代に作られた、こう、石仏が、磨崖仏ですね、崖のとこに作られた、磨崖仏がたくさんあって、その近くに、その湯の里っていう温泉があって、僕も、家族で、週に2回ぐらい行ってます。あ、すごい、結構いいペースそう、かなり常連、乗客です。ねえ、もう、衛生さんのとこになると、もう顔パスじゃないですか。いやー、もうバレないように、もう田舎なんでですね、あんまりこう、温泉行ってるとかバレても嫌なんで、バレないように、なんとか隠して行ってます。ねえ、ぜひこのインスタライブ終わった後にね、このライブをもう一回見返していただいたり、あとはね、もう実際にね、法音寺参拝の時に、遠征さんからね、直接その湯の里の場所とかをね、聞いていただいて、ね、ぜひ、臼杵に行った時には、さっきね、ご紹介いただいた臼杵のせんべいをね、ぜひ食べながら、もしくはお土産で買ってですね、湯の里もね、ぜひ使っていただければと思います。遠征さん、ありがとうございます。で、遠征さん、さっき遠征さんもちょっとお話ししてましたけど、ね、僕も遠征さんの YouTube 拝見させていただいて、まあ、その中で、ね、遠征さん自身も、こう、御朱印を、こう、ね、いろんなところの寺社を、こう、巡って集める、その、もらっちょこシリーズ、そういうことをやられていて、まあ、結構、遠征さん、この、広御朱印インスタライブは、寺社仏閣が好きな方とか、あと、御朱印巡りが好きな方、たくさんいらっしゃると思うので、よかったら、こう、遠征さんがその、もらっちょこシリーズでね、その、地元で、こんな神社やお寺とかの御朱印もらったんだよとか、ぜひその、寺社の紹介って、していただいてもいいですか、遠征さんの方から。わかりました。ちょっと待ってはい。ね、今日のライブをね、もしこれ今ね、コメント入ってますけどね、バレちゃうかもですね、本当に。だけどね、本当すいません、今日実はですね、今ちょっと遠征さんが準備してる間のちょっと、この間のトークですけど、9時にですね、だいたい今までのこの、広御朱印インスタライブは、最終リハをやるんですけど、その時ね、ネットの状況が本当ね、やばくて、遠征さんと大丈夫かな、どうしようってね、本当アタックしてたんですけど、無事に、ね、スタートしたらこうやって無事につながりましたので、ちょっとほっとしてます。ね、いろいろこうね、ライブですのでいろんなことがありますけど、またね、皆さんと乗り越えていければと思います。遠征さんお願いします。僕のうちの法恩寺の近くに、ちょっと写真を出そうと思ったんですけど、電波の関係で出れないので、この福羅天満宮っていう神社とですね、もしかしたら九州の方は知ってるかもしれないんですけど、紫陽花寺、妙顕寺っていうところがあります。ぜひ、このインスタで、後で検索してもらいたいんですけど、すごくね、おしゃれな神社と、そして2000株かな、紫陽花が2000ぐらい咲いてるですね、すごいお寺があるんですよ。ねえ、遠征さん、今あれですもんね、ほら、全国的に今ね、アジサイのシーズンなんでね、本当、もういろんなところでね、アジサイとかが今もう見どころ、見頃になってますし、結構ね、インスタを見ていても皆さん結構アジサイをあげてる方たくさんいらっしゃいますもんね。うちのお寺も紫陽花咲いてるんですけどね、もう、10個ぐらいしか咲いて、10ぐらいしか咲いてないんで、紫陽花寺って名乗ろうかなと思ったんですけど、さすがにちょっと2000には負けてしまうんでですね。ぜひ、福羅天満宮、法恩寺ですね、うちのお寺は、法律の法に音楽の音に寺、法恩寺っていうんですけど、そこに行ったとき、来てくれるときには、ぜひ、この福羅天満宮と妙顕寺、
ちょっとね、後でインスタでぜひ調べてもらったら、すごく素敵な御朱印であったり、アジサイのお寺です。天心さんね、今ね、皆さんから見るとね、字が反転しちゃってるんですよ。ああ。じゃあ、こうやって。はい、そうですね、そっちで見せていただいた方が、はい。今ね、遠征さんの方からご紹介いただきましたけども、福良天満宮さん、あと、妙賢寺さん、ね、アジサイ寺ということなのでね、よかったら、こちらのね、二つの遠征さんおすすめのお寺、ね、神社さん、こう、ググっていただければと思いますのでね、後で、インターネットとか、まあもちろんインスタント等でね、調べていただければと思います。遠征さん、はいはい、いいですよ。どうぞどうぞ。この天満宮って全国にあるじゃないですか。天満宮って菅原の道真公ですよね。で、菅原の道真公を祀る天満宮なんですけど、実は菅原の道真公が誕生日、今日なんですよ。え？僕と一緒？一緒ですよ。ヒロさんと一緒です。そうなんだ。そうなんですよ。知らなかった。だからまあこの福良天満宮でも今日まあイベントというか特別御朱印を出されていたり、はい、毎月25日に、特別なそういったお祭りとかをする、全国の天満宮っていうのがたくさんあります。天聖さんね、僕あれですよ、周りの友達とかに、はいはい、誕生日の芸能人って誰とかって言われるんですよ。そうすると僕ね、いつも鉄板で言ってる人がいて、松浦綾って言うじゃないですか。はい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 、はい。はい。綾とね、誕生日で一緒なんですよ。あ、そうなんですか。はい。なので、ね、いつもそれを言ってたんですけど、今ね、遠征さんからすごい情報を聞いたので、今度はそっちに。次回からは。次回からは。すがちゃんと一緒やつって。総理大臣の方と違いますからね。菅原さんと一緒ですよ、つって。ねえ、本当ですよ、ね。そっちの方がちょっと格が上がりますね。ねえ、本当に。もうね、ちょっと今のその情報はちょっと事前に聞いてなかったんで、ちょっとね、今後はそれ使いたいと思います。いや、僕も今日知ったんですよ、実は。あ、そうなんだ。はい、さっき参拝していただいた方に教えてもらって。うん、はい。びっくりしました。へえ。ねえ、ありがとうございますね。コメントでね、おめでとうございますとね、入れていただいて、どうもありがとうございます。ね、結構ね、フォロワーさんの今日が誕生日とかもいらっしゃると思うので、逆にね、おめでとうございます。本当にね、お互いね、6月25日同士ということでね、皆さんのね、こうなんかこうコメントを通して、ハッピーバースデーとかね、お祝いし合いますね、とてもいいなと思います。お孫さんと一日違いですか。遠征さん。はい。僕からちょっと聞いていいですか。はいはい。遠征さん、このヒロゴシインスタライブも今までいろんな宗派の方がゲストとして出られましたけど、はい、遠征さんの法恩寺といえば日蓮宗、はい、でこう日蓮宗というとね、いろんなこう、まあ、修行、まあ、例えばこうなんだろう、僕が知ってるのだと水行とかいろんな、ね、修行があるんですけど、遠征さんね、僕ねちょっとね、せっかくなんでこのライブ視聴者の方にもぜひね見せていただきたいなと思うのが一個あって、ちょっとリクエストしていいですか？水曜ですか？水曜ですか？いや、水曜はね、ちょっとこの時間からね、水曜とか入っちゃって。モザイクがかかっちゃうかもしれない。はい。YouTube でもちょっと僕見たんですけど、はいはいはい。エンジェさん、こう、高速読経になるじゃないですか。はい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 。はい。でね、高速読経を僕ちょっと YouTube で何回も拝見して、あ、これすごいなと思ってね、ちょっと見てたんですよ。はい、で、今、高速読経って聞いて、今この見てる視聴者の方、あ、ヒロさんそれ知ってるっていう方と、え、高速読経って何ですかって初めて聞いた方もいると思うので、遠征さん、今日誕生日なんで、ここはね、今日、遠征さんにわがままいっぱい言っちゃおうかなと思ってるんで、わがまま第一弾として、よかったら、高速読経、このライブ視聴者の方に見せていただくって、お願いできませんかね。いやー、それ嫌です。OK です。ありがとうございます。ね、遠征さん、こういう人なんで、ね、もう皆さんもね、この感じでね、遠征さんの伝わったんじゃないかなと思います。まあ、はい。そうですね、YouTube で一回上げ、いや、
本当ヒロさん、YouTube でな、ね、あのパッと1回上げただけなのに見ていただいてありがとうございます。はい、もうね、僕何回も見てますから。今からちょっとあの水だけ飲ませてください。はい。じゃあこのね、こういうタイミングのマークちょっと僕のね、あのトークでつなぎたいと思います。あのこのね、高速読経っていうのは、あの本当にあの YouTube 見ていただければわかると思うんですけども、なかなかこう見れないあのちょっと行だと思いますので、ぜひね、あのライブ視聴者の皆さん、あの高速読経をね、これから遠征さんがライブで披露していただけるということなので、結構貴重な絵になるのかなと思いますのでね、ぜひお楽しみいただければなと思います。遠征さん、準備 OK ですか？あ、カメラマンが。はい、カメラマン の方ね、こんばんは、どうも夜遅くありがとうございます。あ、いえ、こちらこそですね、本当にね、ヒロ御朱印スタライブはね、このスペシャルゲストさんもそうですけど、こういうカメラマンさんとかね、こういう脇役の方あってね、こう今までスペシャル対談ライブというのがね、こう今まで続けてきましたのでね、こういう脇役は裏方のね、ご協力あってライブだと思います。遠征さんのタイミングでスタートしていただいて OK なので。はい、わかりました。遠征さん、まず高速独協ってのは何ぞやって、ちょっと一言いいですかね。何ぞやというのですか？はい、一言でいいのでお願いします。私たちが、日蓮宗の僧侶っていうのは、普通のお葬式であったりお参りの他にご祈祷っていうものをするんですよ。厄払いであったり、例えば安産祈願であったり、いろんな病気平癒のご祈祷であったり、いろんなご祈祷をします。その、ご祈祷をする中で唱えるのが、こういった高速読経になります。はいはい、はい、じゃあ遠征さん、よろしくお願いします。それではよろしくお願いします。じゃあいつも、お参りしているような、形でやりたいと思います。はい。遠征さん、どうもありがとうございます。あ、なんかやっぱ音が大きいの出しちゃったんで割れますね。ちょっとね、声がね、マイクでも拾えなかったんですけど、だけど、雰囲気は十分伝わりましたので、皆さんきっと高速読経っていうのはどういうものかっていうのを、ね、皆さんよく分かっていただいたと思います。多分大きい音出したんで、だいぶ音がですね、
荒れてるかもしれないですね。でもね、エンジンさんの音がね、クリアでした。あ、本当ですか。うん、あのね、ちょっと声がね、ちょっとマイク、カメラとね、エンジンさんのところのマイクがちょっと拾いきれなかったみたいで、ちょっと声がね、なるほど。声がなったんですけど、そこのところに僕喋ってないんで、そこだけ音量をマックスにしてもらえれば、多分、皆さんも聞けるんじゃないかなと思うので、後で録画でね、そこのところ、高速道路のところの部分だと思うので、皆さん、音量マックスで聞いていただければ、ね、声を拾っていただけるんじゃないかなと思います。エンジンさん。はい。日練習って、普段も結構いろんな指導って結構ありますよね。まあ、日練習っていう宗派は、ですね、おそらく日本で一番お経を読む宗派だと思うんですよ。うん、で、その日蓮宗の中でも、ご存知の方も多いかと思うんですけど、荒行堂っていう修行があって、その、まあ、荒行堂では、千葉県のですね、お寺でやるんですけど、100日間こう朝3時から、夜中の12時まで3時間おきに水をかぶって、お経を読むっていうですね、朝3時に水をかぶって、2時間お経を読んで6時に水をかぶって、で2時間お経を読んで9時に水をかぶって、2時間お経を読んで、12時に水をかぶって2時間お経を読んで、昼の3時ですね、3時に水をかぶって、2時間お経を読んで6時に水をかぶって、で最後長いお経を読んで、11時に水をかぶって、そして寝るのがだいたい夜中の12時で、また、朝2時半に起きて、3時から水をかぶってるっていうですね、だいぶその厳しい修行があります。なんかもう普通の人だとなんかね、ちょっと寂しいちゃったり気持ち崩しちゃうんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりそういうのって慣れもあるんですよね、きっと。だいぶそうですね、なかなかこう覚悟がいる修行で、水曜っていうのも、まあ、こういった、桶があるんですね。でこれでこう、まあ、水を汲んでシャーッとこう頭からかぶるっていう形ですね。うん、エジェラン、これってあれ、もう季節を関係なく、もう冬も。はい。もう季節は関係なく冬もいる感じです。いやいや、11月1日から、2月の10日までっていうふうに決まってます。あ、期間は決まってますけど、結構厳しい時期ですよね。もう、本当に、生きてるのか死んでるのかわからないっていう状況になりますね。なかなか100日間って言っても、まあ、食べるものも本当少なくて、おかゆと味噌汁をぐらいしか食べれないんで、なかなかですね、寝るのも2時間ちょっとじゃないですか。だから最初の本当に50日ぐらいは本当にもう意識があるのかないのか、生きてるのか死んでるのかはわからないっていう、自分でもね、そんな状況です。エンジンさん、今ね、ちょっとごめんなさい、今視聴者の方から僕の声にね、ちょっとこもっちゃってるみたいなんですよ。あ、こもってますね。はい、なので、ちょっと僕、イヤホンマイクやりますんで、あ、少々お待ちください。これで多分大丈夫じゃないかな。皆さんどうですか？エンジンさんどうですか？あ、めちゃくちゃ聞こえます。あ、大丈夫。じゃあ、これでいきます。視聴者の皆さん、ありがとうございます。視聴者の皆さんがですね、こう教えてくれるんですね。ほんとね。よかった。ね、ほんと視聴者の皆さんと一体となって、こう、皆さんとね、作り上げるのが、このヒロ御朱印インスタライブだと思いますので、あ、ありがとうございます。大丈夫ですっていうコメント入りました。ありがとうございます、皆さん。
衛生さん、今年はあの日蓮宗といえば、あの日蓮聖人の800年、はいはいはい、ね、これありましたけど、結構ね、いろんな日蓮宗の宗派のお寺さんでは結構ご主題とか、ね、はいはい、いろいろなこう、イベントとかありましたけど、はい、衛生さんの法恩寺の方では、この日蓮聖人の800年、これなんかこう、いろんなこうご主題とか、イベントって何かあったんですか？あと、一応、こういった、計算ご主題っていうのを出しました。ああ、はいはい。うん、で、これは、まあ、計算ですね。おめでとうということで、全国12カ寺かなのお寺で、こういった真ん中に日蓮聖人というふうに書いて、右側にお題目、うん、南無妙法蓮華経って書いてですね、こういった御朱印を作って、まあ、配布しようと。はい。で、それで、その、御朱の金1000円いただくんですけど、それは、身延山の、日蓮宗総本山が山梨県の身延山なんですね。はいはい。その身延山久遠寺の、まあ、仏具にこう寄付をさせていただこうかなということで、やってます。こちらのご主題をね、もうすでにこのきっとこの視聴者の方でも、もういただいたって方いらっしゃるんじゃないですかね。かもしれないですね。全国でやってるんで。遠征さんの法恩寺のこのね、ご主題ももうね、全国多くの視聴者の方とか、ご神巡りの好きな方から、ね、すごい人気のあるご主題だと思うので、きっと、もらいました。ね、僕ももらいました。私ももらいましたって方ね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。衛生さん、さっき、ちょっと、はい、うん。あ、いいです、いいです。続けてください。7月、郵送御朱印っていうのをやってるんですよ。うん。で、それで、まあ、郵送御朱印の時に、7月からこう配布しようかなと思います。で、あ、はい。YouTube で、YouTube 歌うお坊さん加藤遠征チャンネルで、お参りに、お参りを、ライブお参りっていうのに参加してくれた方に、まあ、輸送をさせていただくって感じですね。わかりました。遠征さん、さっきね、コメントで、日蓮宗の水行の話してくれたときに、はいはい。千葉の方のお寺で修行してますってしてた、はいはい、しましたけど、千葉のお寺のどちらですかって質問あったんですけど。市川の、中山法華経寺というとこですね。あ、法華経寺ですね。さっきね、コメントでも法華経寺ですかって方いらっしゃったので、はい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 、ね、ピンポンですね。法華経寺さんですね。当たってますね。千葉の方は結構ね、知ってらっしゃると思うし、関東の方も知ってらっしゃる方多いと思うんですけど。うんうん。で、その、やっぱり、荒行っていうのが、一つの、まあ、大きな、こう、壁というか、我々、私たちにとってですね。うん、前、ヒロさんの、ご朱印スタライブで、12年老山行の、はい。入るっていう、はい、ジエさんって方ですかね。あれは滋賀県大津最上位の次回さんですね。あ、次回さん。次回さんって方が、はい、その回僕も、たまたま見させてもらったんですけど。はい。もう本当に、次回さんの話とすごくリンクする部分があって。はい。なんかすごい、なんかやっぱりこうね、覚悟を持って行かれる方っていうのは、うん、やっぱり一緒だな、一緒だなというかすごいなと。まあ、改めて自分もその荒行堂に、行かせてもらったのが、初めて行ったのが6年前なんですけど、はい、その時のですね、いろんな不安な気持ちであったり、まあ、恐怖であったり、うん、逆にその、まあ、エネルギーですね、自分に、自分を変えてやるぞって思う気持ちであったり、まあ、いろんな気持ちがあって、でそれでちょっと、ね、ですね、うるうるしながら見させてもらいました。衛生さん、ちょっと今、次回さんの話出たんで、ちょっと僕から次回さんの話してもいいですか？はいはい。はい。ですね、きっとこのライブを見てる方はですね、第1回目からずっとスペシャル対談で見てるよって方いらっしゃると思うので、きっとね、次回さんのお話をしたら、次回さんだと思う方たくさんいらっしゃると思うんですけども、最上位の秋さんからですね、その後、LINE でいろいろ報告をいただきまして、次回さん4月に、比叡山の方の12年老山行に入られて、まあ24歳で入られたということで、次に戻ってくるのは、
そうなんです。次回さん若いんですよ。で、12年後の36歳に、修行を終えて戻ってくるってことなんですけども、実はですね、次回さん、誕生日が2日後なんですよ。あ、明後日ってことですか？はい。次回さん実はね、6月27日が誕生日で。おう。そう。それでね、本当にね、そこでちょっと誕生日道具で盛り上がっちゃったんですけど、これでね、遠征さんが明日誕生日だったら繋がってましたね。じゃあ、今、ローザンしながらケーキとか食べてますかね？そうですね。いや、もうね、肉、魚は NG って言ってましたし、もう新聞もスマホも、もう情報もね、遮断だって話でしたけど。ねえ、本当に大変ですけど。うん。何が大変かって、うちの西練習の、その荒行堂っていうのは、まあ、日蓮宗のお坊さんだったら全員が全員行かなきゃいけないかって言ったらそういうわけでもないんですよ。はい。その日蓮宗のお坊さんの中でも半分ぐらいの方が自分で志願をしてこう行くんですけど、うん、で、その何のために行くかっていうと、やっぱり一つはそのご祈祷ですね。いろんな、祈祷をして、病気の方であったりいろんな悩んでいる方を救いたいっていうのと、あとそういったご祈祷を専門的にやってる、うちはそうなんですけど、ご祈祷を専門的にやってるお寺なんですね。そういったところに生まれて、もう何十代も前からその荒行に行かなきゃいけないから、自分もまあその責任というわけでですね、行かなきゃいけないって思う方もいたり、あとは自分のその、まあ、修行を志して、行くという場合もあるんですけど、その行きますって言うんですね、まず、うん、男神と男家さんとか地域の方の前で何百人も集めてですね、お寺でここの本当に本堂で、今年挑戦しますっていうふうに言うんですけど、うん、で、そっから行きますって言ってみんながいるときはいいんですよ、うん、ただそこからどんどん一月二月経って、修行があと1ヶ月あと3週間って迫ってくる中で、なかなかこう自分の心のコントロールができなくなるんですよね。でも本当に夜も全く眠れなくなるし、なんかこう体にやっぱ極度のストレス、怖さですね、恐怖があるんで、いろんなストレスで持っていた花瓶とかいきなり落としちゃったり、いろんなことがあった、僕の場合はありました。なので多分次回さんもすごく多分配信の後もちょっと期間があったじゃないですか。なんで多分だいぶこうメンタル的にね、これから12年誰とも会わず修行をしなきゃいけないで、入るって決めたのはいいけど、いざ本当に直前に迫った時っていうのを心境ってなると、まあうちはね100日間だから、まあなんとかこうあれですけど、本当にすごいなって思いますね。まあライブがこうご縁で、次回さんとはこう LINE 友達としてまあ日々やり取りはしてるんですけど、振り返りのライブに出てもらった後に、まあ4月にローザンに入る前に、ヒロさんね、琵琶湖でねサーフィンやってきましたよってね、写真送ってくれたんですよ。そう、だからね、もう本当、次回さんすごいサーフィンがすごい好きなので、本当ね、最後はもう好きなことを思いっきりやって、まあね、もう4月に山に入りましたんで、もうなんだかんだ3ヶ月ぐらい経つんで、またね。そうですね。まあ、あと本当12年ありますからね。すごいですね。で、今日ほら、遠征さんも、このライブが終わると、ヒロ御朱印インスタライブのスペシャルゲストの輪のメンバーとして、ね、次回さんとも横のつながりができるので、ぜひね、12年後に、遠征さんと僕と次回さんでね、どっかでね、3人で会えたらいいですね。次回さんでも、さすがに今 LINE とかできないですよね。今ね、もう、解約しましたね。もう完全に結界修行ですもんね。もう、携帯電話の契約を、やめたって言ってましたんで。ですよね。はい。なので、ただね、12年後に、また LINE グループに入れてくださいって言ってましたんで。もう忘れてるんじゃないですかね。ね、そこは、遠征さん、僕たちしっかり頑張りましたよ、そしたら。多分ね、もうね、
忘れてると思いますね。僕もね、僕も100日間だけだったんですけど、うん、もう頭飛んでましたもん。本当いろんなことを、もうやっぱ全然違うんですよ。うん、まず寝れないし、うん、食べれないし、その同じ景色しか見えないんですよね。その水かぶる水溶場と、うん、あと本土の中。うん、だからその最初に出てきたばっかりで車をタクシーに乗ったんですよ。うん。タクシーに乗って、タクシーで吐きましたからね。車用意して。え？ああ。びっくりしました。ジェットコースター、ジェットコースターに乗ってる気分でした、うん、車が。なんかね、多分、じゃあ結構多分、いろんな見えないプレッシャーとか、ね、いろんな多分、メンタルのところも結構もう極限というか、ねえ、うん、いろんな部分でね、やっぱり。だけどね、やっぱそれをこう、きっと乗り越えた時に、また新たな自分に出会うっていうのだと思うんで。かもしれないですね。遠征さん。はい。今さっき日蓮聖人の800年のご主題のご紹介とかいただいたじゃないですか。はい。まあ、僕、今日、遠征さんご承知の通り、今日僕誕生日ということで、僕からわがままなお願い、第2弾というわけではないんですけども、遠征さんよかったら、きっとこのライブは寺社仏閣ご神巡り好きな方たくさんいらっしゃると思うので、よかったらこの遠征さんの御朱印を実際に書いてるとことか見たいなーって思う人結構いると思うんですけど、遠征さん、どうしましょう？それはちょっとできないですね。それはさすがに、NG で。NG で。書きましょう。りょうさん。ねえ、もう、遠征さんね、こういうキャラなんですよね。本当に。またね、ここがね、また遠征さんの良さかと思います。まあ、遠征さんのご集大をいただいた方結構いらっしゃると思います。まあ、特に有名なのだと、大丈夫とか、中道とかっていうのがね、有名だと思うんですけど。まあね、この遠征さん、このインターバルにね、この印刷するってところね、マイペースなところまたね、遠征さんの人柄かなと思います。遠征さん、みんなね、ご主演楽しみですって結構皆さんからいただいてますし、ユーモアたっぷりですねとか、いろんなコメント入ってますんで、ありがとうございます。はい。御朱印を、5枚書いて。はい。まあ、せっかくね、ヒロさんの誕生日に、こう、ライブやってもらったっていうこともあるし。はい。やって、毎回、プレゼントっていうことで、やってもらってるので、うち、法恩寺からも、5人の方に。はい。そうですね。プレゼントをしたいと思います。あ、ありがとうございます。これはあれですか？この見ていただいているライブ視聴者、あとフォロワーの方にってことですよね。あ、もちろん、はい。まあ、そこはもうヒロさんお任せします。ありがとうございます。今から、ですね、大丈夫っていう言葉を書きたいと思います。うん、はい。カメラマンさん、もうちょっと寄っていただいてもいいですかね？もうちょっと、うん、そのぐらい、あ、そこでいいです。ありがとうございます。まず、鳥居ですね。あ、鳥居。あれ、遠征さんのご主題って鳥居なんて入ってましたっけ？いや、鳥居は、今まで書いたこともなかったんですよ。はいはい。ただ、ヒロさんの、インスタのアカウントの画像が、鳥居が入ってるじゃないですか。あ、オリジナルロゴですよね。はいはいはい。はいはい。それにちなんで鳥居を書かせてもらいました。あ、じゃあこれは遠征さんあれですか？もう完全にこのヒロ御朱印スタライブ限定のご主題ということでよろしいんですか？もうはい、一生書きません。これ一生か。ライブ視聴者の皆さん、遠征さんも一生書かないっていう、唯一のね、この5体になりそうなので、これね、後で、ライブ視聴者の方にプレゼントということでいただきましたので、後で後ほど僕の方からまたご案内をさせていただきたいと思います。ね、ちなみに、ヒロさん、鳥居って、うん。何であるかご存知ですか？
あれ、その振りはなんか事前になかったな。いや、これ、いや、ヒロさんだけじゃなくて、ちょっと難しいです。難しいんですけど、はい。鳥居って神社にやっぱあるじゃないですか。うん、そうですね。結界なんですよ。おー、なるほど。まあ、悪い間を避けたり、うんうん。平地と、その、まあ、俗世界っていうんですかね、の、結界で、で、赤っていうのは間を避けたりする色でもあるんで、赤っていうのが多いんですけど、もともとその、ごめんなさい、御朱印をかくかく言って、ちょっと雑談入っちゃうんですけど。あ、じゃあ今ちょっと遠征さんの方の顔を映してもらっていいですかね、カメラマンさん。すいません。はい、お願いします。もともと、鳥がいるって書くじゃないですか。はいはい。ちょっと不思議な鳥がいる、鳥がいる鳥。その、うん、何の鳥がいるかっていうと、鶏なんですよ。あ、鶏。鶏なんです。鶏って朝太陽が昇るとともに、うん、まあ、コケコッコーっていう風にね、鳴くじゃないですか。うん。だから、で、古事記とかにも、鶏がアマテラス大神を、こう、引き出したということでですね、すごく鶏は太陽の使いとして、されている鳥なんですね、うん、でその鶏が泊まる、鶏の小屋とかにある、ね、こう泊まる木をモチーフにして、この鳥居を、はい、ができました。はい。でアマテラスの使いだからやっぱり赤ですね、太陽の色赤。うーん、で、うん、そこで神社に、まあ、太陽の結界を張ると。ああ、なるほど。この鳥居っていうのがまあ、あるっていうですね。ぜひ、皆さんも神社とか行った時には、うん、まあ、そういった意味で、鳥居っていうのがあるんだなと思って、中をくぐっていただきたいなと思います。ねえ、ちょっとね、皆さん勉強になる、ね、衛星さんからね、ためになるトークをね、今お話しいただきましたので、ぜひね、皆さんも、いろんな神社、お寺とかね、行った時にはですね、ぜひ今の遠征さんの話を思い出していただきながら、ね、鳥居とかをご覧になっていただければと思います。今ね、ライブ視聴者の皆さん、今こういう、今どういう状況になっているかというのをちょっと僕から説明するとですね、今回、遠征さんの方が、まあ今日僕が実は誕生日ということでですね、遠征さんがですね、誕生日記念に、ライブ視聴者の皆さん、フォロワーの皆さん限定でですね、5名の方に、今日のこの御朱印を、5体、5名の方にプレゼントをいただきましたので、後ほど、皆さんの方には、このライブの録画のコメント欄、文章を通して、お伝えさせていただきたいと思います。で、実はですね、この御朱台には鳥居が書かれてます。で、まあ、法恩寺のご主題をいただいた方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、法恩寺のご主題って鳥居が今まで一回も書いてないんですね。で、今回遠征さんの方が特別に鳥居を書いていただいたということで、もうこの5体以降は鳥居は一生書かないってさっき言ってたんで、非常にね、貴重な5体になると思いますので、また後ほどこちらの、プレゼントのご主題についてはまたご案内をしたいと思います。いやー、遠征さん、これはね、サプライズ、ライブ視聴者の皆さん、ホラーの皆さん、すごく喜んでいただいてると、いただけてると思いますので、ありがとうございます、遠征さん。こんな感じで、はい。書いてます。はい。遠征さん、ちょっと出来上がったらぜひ見せてください。はい。ね、遠征さんといえば大腸部、あとね、中道というのがね、結構代名詞で、実際にこう歌われたり、ご次第に書かれたりされてますので、ね、結構持ってるよっていう方結構ね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。このご主、まあいいや、後で話そう。うん、はい、最後に印を押します。はい、お願いします。こちらが大丈夫と中道になります。はい。じゃあこれ
遠征さん、後で、ご体書いて、後で僕の自宅に送ってください。はい。よろしくお願いします。はい。わかりました。じゃあ、責任持ってですね、遠征さんからお預かりをしまして、ライブ視聴者の皆さん、あと、フォロワーの皆さんにですね、後で、プレゼントのご案内をさせていただきたいと思いますので、遠征さん。遠征さん、聞こえますか？はい。遠征さん、さっきもう鳥居は、この、五体以外はもう書かないっていうふうに言っていただいたので、もう書かないでくださいね。じゃあ書きます。なんだそれ。書きますね。はい、まあ。じゃあこれ。書かないって言っても、ごめんなさい。あんまり大した、画力がないもので。いや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 、そんなことないですよ。ね、あくまでも本当気持ちだと思いますね。そんなことでもないんで。はい、うん、ただ、一ついいですか、うん、はい、どうぞどうぞ。うちの御朱印はですね、ちょっと待ってくださいね。はい。日蓮宗のお寺ではこういった南無妙法蓮華経ってお題目を、書くんですよ。うん。で、実際お参りされた方にはこうやって2つこうお渡ししたりするんですけど、うん。まあ、御朱印に、御朱印を通して、せっかくなら仏教の教えを、一つでも知ってもらいたいっていう思いでですね。はい。こうやって書いてます。うん。大乗仏っていう教えも、仏教の教えで、もともとは、悟りを開いた人って意味があって、こういったことを、ただね、ただ御朱印、こう、お参り来て、御朱印をもらって帰る。で、なんか書いてるねーって言って、もらって帰るっていうのは、もったいないなってずっと前から思ってたんですよ。はい。で、それで、そこで、そうだ、御朱印自体にもう仏教の教えを書いちゃえばいい。そうしたら、仏教のですね、仏様の教えがもっともっと、若い人にも親しみを持って、知ってもらえるんじゃないかなと思って、こういったことを始めました。で、さっきも言ったように、郵送御朱印っていうのをやってるんですけど、はい。それも、他のお寺さんは、とか神社さんは分からないんですけど、うちの場合は、絶対に、YouTube の、ライブお参りですね、毎月1日の朝8時から、しているライブお参り、一緒にお経を唱えて、祈りの、時間を持って、で、お参りをしたということにして、郵送御朱印をさせてもらってます。はい。こんな時代でなかなか直接本当はお参りに来て、お寺とのご縁を結んだ証としてこうお渡ししたいんですけど、うん、なかなかね、厳しいこともありますので、YouTube 上でお参りをしたということでですね、お渡ししてます。なのでもしプレゼント当たった方、もしプレゼント当たった方はぜひ YouTube のライブお参りをですね、ぜひ見て一回こう手を合わせていただけたら嬉しいなと思っております。はい。遠征さん、よかったら僕からちょっとリクエストじゃないんですけど、せっかくなんで、はい、ご主題の裏側でもいいので、はい、遠征さんのこのね、この誕生日に遠征さんが出ていただいたっていうのも何かの縁だと思いますので、はい、広御朱印インスタライブ出演記念とかと今日の日にちとかぜひね、入れておいていただけるときっとね、当たった方のもすごい気になると思いますので、ぜひよかったら一筆よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあこちらの遠征さんからいただいたですね、今回のライブ記念御朱印のプレゼントはですね、後ほど皆さんの方にこのライブ録画の、文章ポストを通してですね、ご案内をさせていただきたいと思います。遠征さん、さっきね、コメントでね、僕、ヒロさんすごい甘え上手ですねってコメント結構入ってたんですけど、これはもう、遠征さんと僕との関係だからね、僕も遠征さんのことよくわかってるんで突っ込めることであって、僕本当、遠征さんじゃなかったらね、とても言えなかったと思うんですけど、ヒロさん結構みんなに甘えてますよ。いや、甘えてない。いや、もうね、皆さんね、本当に、もう、
僕にというよりかですね、きっとね、ライブをご覧のいただいている皆さんにですね、何かしたいっていう思いでね、きっとこちら、僕のお願いをね、聞いていただいてるんじゃないかなと思うんですけど、遠征さん。はい。もう、6月25日も、あと1時間半ちょっとでもう終わろうとしてまして、もう僕もあと1時間半過ぎちゃったらもう誕生日ですって言えなくなっちゃうんですよ。ああ。はい。本当だ。ね、あと、もう僕の、もう、魔力というか魔法はもうあと1時間半で切れてしまいますので。ゴールデンタイムですね。ゴールデンタイム。はい、遠征さん、最後の僕の一つ、遠征さんだからのお願い、ぜひお願いしたいんですけど、はい、はい、はい。まず聞いていただいてもいいですか？いやー、ちょっと困りますね。あれ？何も言ってないのに？それはないっしょ。なんでしょう。はい。今までこう、第1回目からずーっとスペシャルゲストが続いてきまして、まあ、先月の神戸のレイさん、そして今回、大分の遠征さんということで、やっぱりこう、今までにないスペシャルゲストさんの遠征さんだからというものを、ぜひ、今回、このライブでですね、皆さんにこう、披露していただきたいなっていうものが一つありまして、まあ、はい、このライブ視聴者の方、あと、本音寺のよく知ってる方、あと、遠征さんのことをよく知ってる方はね、もうきっとヒロさんそこかなって思う方、結構感づいてる方いらっしゃって、今コメントも実際入っちゃってるんですけど、遠征さん。マイクですかね。よかったらですね。これじゃないです。はい。いや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 。よかったら、遠征さん、このヒロ御朱印インスタライブで、歌っていただけないでしょうか。お断りします。やばい。魔法が。皆さん、コメントで、歌って歌ってってぜひ入れてください。ね、歌ってくださいって入れればね、遠征さんもしかしたら折れるかもしれないんで、皆さん、お願いします。もう、ヒロマジックですね、これは。折れました。歌います。ありがとうございます。歌わせてください、逆に。ありがとうございます。遠征さん、よかったらですね。はい。もう遠征さんの代名詞と言っても過言ではない、中道、あと大丈夫。遠征さん、よかったらここはもう2曲、ぜひ行っちゃってほしいんですけど。わかりました。はい。今ね、もうコメントでもね、歌って歌って歌って、お願い歌ってってね、いっぱいコメント来てるんで。嬉しいですね。ありがとうございます。で、遠征さんあれですもんね、学生時代って、ゼップ東京でライブやってるんですよね。あ、よくご存知ですね。はい。ライブ視聴者の皆さん、この遠征さんね、まあ、関東の方とかよくご存知だと思うんですけど、ゼップ東京で、遠征さんね、1000人ぐらいの方を前に、ライブで実際にステージ立ってるんですよね。そうなんですよ。ねえ、すごいっすよね。それこそ西練習の大学が東京で、で、そこで、東京で5年間、まあ、大学に通いながら音楽活動をしていてですね。はい。で、その時に、こう、いろんな東京とか関東方面のライブハウスには、たくさんお世話になりました。はい。うん、ねえ、この、本当にね、なかなかこう、人前で お話しできる方っていうのもなかなかいない中で、やっぱね、歌を歌うっていうのはね、なかなかね、できることじゃないと思うので。ちょっと、ヒロさん、ちょっとごめんなさい、トイレ行ってきます。あれ？トイレ？本当に？本当にちょっと尿意が。はい、わかりました。はい。はい、じゃあ僕がこの間をね、ぜひちょっとつなぎたいと思います。ねえ、僕もですね、今日、まあ、誕生日ということで、まあ、遠征さん、仲良しの一人ということでですね、ちょっとわがままのお願いをですね、何個かちょっとと思った中で、御朱印はね、書いてもらいたいなと思ってたんですよ。でね、まあもちろん、遠征さんがね、歌うお坊さんとして有名なことは皆さんご存知だったと思うんですけど、ライブでですね、歌ってくれないかなっていうのはね、ちょっと最後の最後でお願いしようと思ってたんで、まあね、皆さんのコメントでですね、歌って歌ってっていうね、コメントのね、皆さんのコメントのお力もあってですね、今回、遠征さんがですね、このライブで、歌っていただけることになりましたので、まあ、YouTube ご覧になってる方結構いらっしゃると思うんですけど、遠征さん結構中道と大丈夫っていう、この2曲が結構有名な、もう曲なんですけども、僕はですね、ぜひ、この中道と大丈夫、
両方歌ってもらっちゃおうと思ってますので、ぜひ皆さん、遠征さんトイレから戻ってきたらですね、ぜひ皆さん、歌ってってね、コメントをね、入れていただければ、遠征さんいうキャラクターですので、きっとね、2曲歌ってくれるんじゃないかなと思います。本当に今までのこのヒロゴシンセライブではない、この飲水タイムとトイレタイムっていうね、まあまさしくね、本当に、僕もね、これはちょっと初めてのケースなんですけど、やっぱここがね、この遠征さんのこのマイペースなところと、ユーモア溢れるところとかね、本当にこのライブを通して、遠征さんのお人柄がね、すごい伝わったんじゃないかなと思います。あと、初めにですね、ちょっとネット環境がなかなかこううまく繋がらない状況の中でですね、ちょっとスタートのタイミングで、ちょっとね、皆さんにはちょっと見ていただくところでちょっとご不便をかけてしまったことですね、この場をお借りしてね、ちょっと、申し訳ございませんという形で、ちょっとね、謝らせていただきたいと思います。ただね、その後はお互いに、結構、いい、電波状況で、今ね、非常にいい、画像と音声をお届けできてるんじゃないかなと思いますので、まあね、こういう僕みたいなこの素人が作るね、こういうスペシャル対談ライブなのでね、いろんな、ことが起きますけど、ぜひね、今までも温かく見守っていただいたフォロワーの皆さん、ね、視聴者の皆さんと共にですね、一緒に、作り上げていきたいなと思います。遠征さん！はい。もうみんな待ってますよ。ありがとうございます。はい。じゃあ、ここは、遠征さん、ちょっとどうしましょう？これ、中道大丈夫、2曲いっちゃいましょうか。そうですね。中道大丈夫を。はい。遠征さん、どっちから行きましょう？中道から、じゃあ、歌います。はい。遠征さん、これ、ちょっとはじめ、中道ってどんな感じの曲だよって、ちょっと言ってもらってもいいですかね。はい、中道というのは、はい。中の道という、書きます。で、もともとお釈迦様が、お釈迦様の教えなんですけど、お釈迦様が、王子様と、インドの王子様として生まれて、贅沢三昧してても幸せにはなれなくて、逆に修行をですね、出家するんですよ、30歳で。はい。出家して修行を、苦しい修行をしても、結局幸せにはなれなかったんですね。うん。で、その、贅沢三昧もダメ、修行しすぎるのもダメ。その真ん中ぐらいの道に、うん、幸せな、一番幸せな道があるんじゃないかなって気づかれたのが、この中道という教えです。なるほど。僕たちもね、結局そうじゃないですか、やっぱり。そうですよね。仕事にしたって、頑張りすぎて、正しいと思って、これが正しいと思って頑張りすぎちゃったとしても、それがね、苦しくなっちゃうし。うん、逆にサボりすぎても、ね、苦しいままだし、うん、やっぱりほどほどっていうところがですね、人間にとって一番大切なんじゃないかなと思って、で実際僕もですね、高校生の時バスケ部だったんですよ。はい。でバスケットボール部で、でも自分身長がちっちゃいんで、で、うん、もう本当に練習してレギュラーを勝ち取るしかないなと思って、はい、朝6時に学校行って練習をして、昼間は勉強をして、夜は厳しい部活だったんで、当時10時ぐらいまでですね、はい、部活があったんですよ。はい。でそれずっと練習をして、でそんな生活をずっと繰り返したんです、うん、で一番遅くまで残ってやってたんですけど、で、うん、ある日新人戦の前ですね、一番大切な試合の前に、うん、練習中にも疲労で倒れて、はい、で左腕をついた時に骨折しちゃったんですよね。うん。でそれで結局試合に出れなくて、すごい悔しい思いをしたんですけど、うん、でそんな時にうちの親父ですね、住職に、うん、言われたのがこの、まあ、中道だと、うん、どれだけ正しいと思っていることでもほどほどにやらないと、やりすぎてしまうとそれは苦しみを生んでしまうんだよっていうことを教えてもらったっていうお話があります。ね、今本当コメントでもね、本当中道いい言葉ですねとかね、いろんなね、コメント入ってます。遠征さん、はい、これあれですよね、途中中道のね、フレーズ結構出てくるので、皆さんにコメントでね、ぜひ反応してほしいですよね。ぜひぜひコメントで中道を歌ってください。はい、じゃあ、はい、中道っていうところ、皆さん声出せないと思いますので、コメントでですね、ぜひね、中道入れていただければと思います。じゃあ、遠征さん、よろしくお願いします。
釈迦様はその昔自分を甘やかしすぎて、なんか人生ってつまんないなと思ってた。いっそ修行でもしようかと自分を戒めてみたら、今度は厳しすぎてこれはこれで辛くなった。頑張るのもほどほどに、休むこともほどほどに、人それぞれのペースは違うのさ。右にも偏りすぎず、左にも偏りすぎず、真ん中くらいの道を行こうよ。柔道わー、いっぱいコメント入ってます。柔道の方ですね、コメントでぜひいただけたら嬉しいです。はい、いっぱいコメント入ってますよ。柔道。苦しい時はいつでも、何かに偏ってる時、答えはいつでも一つじゃないのさ。何事にもほどほどに、適当にやるくらいがちょうどいい。正しいことなんてどこにもないのさ。はい、どうもありがとうございます。遠征さん、ありがとうございます。これがあの説法ライブです。はい、今ね、もうコメントで皆さんね、中道で反応していただいて、もうね、ずっともうエンドレスで止まることなく、ずっとね、中道で盛り上がっていただきました。ありがとうございます。いやー、すごい、ヒロ御朱印インスタライブ初のスペシャルゲストさんがね、実際に歌を歌っていただくっていう、初めてのシチュエーションでしたけど、僕ね、エンセス、皆さんも喜んでいただきましたし、僕も今日誕生日だったんですけど、いい誕生日記念になりましたよ、これ。いえ、僕ちなみに、なんか、iPad の様子がおかしくて、コメントがですね、全然止まってるんで、後でゆっくり拝見させていただきます。はい、ありがとうございます。はい。で、すいません、ちょっと現場のカメラマンの方、すいません、ちょっとですね、もうちょっと引いてもらってもいいですかね。ちょっと頭がね、途切れちゃってるんですよ。これぐらいですかね。うん、あ、もうちょっと寄ってもいいかな。もうちょっと、うん、この辺で行きましょうか。はい、じゃあ遠征さん、次大丈夫、ちょっと簡単に自己紹介、紹介していただいてもいいですか。この、まあ、大丈夫という、教えですね、仏教の教えで、もともと悟りを開いた人、まあ丈夫っていうのが悟りを開いた人っていう意味があって、大がつくので大いなる悟りを開いた人っていうですね、平たく言うとそんな意味があります。で、まあ、この大丈夫にまつわるエピソードなんですけど、さっきもお話しした荒行ですね、西念宗の荒行堂、うん、
で、僕が平成27年、今から6年前ぐらいに、荒行堂に初めて行きました。で、その時に、やっぱり、この法恩寺、あの祈祷のですね、お寺に生まれたからには、はい、いつかその荒行堂に行って、祈祷師に、ならないといけないっていうふうなことをですね、やっぱり、まあ、親父であったり家族であったり地域の檀家さんであったり、まあ、いろんな方からもうちっちゃい頃から言われてたんですね、うん、で、ただ自分としては、まあ、もちろん嫌ですよね。その本当に人が亡くなるかもしれないような厳しい修行に自分が将来行かなきゃいけないっていうのは、やっぱり反発もあって、でそれで音楽をやり始めたっていうこともあったんですけど、まあ、結局はですね、何か自分のお寺に恩返しをしたいと思って、お坊さんになってその、荒行堂という修行に行くことに決めました。はい。で、まあ、その決めたのはいいんですけど、やっぱり決めて今年行きますって言ってですね、いろんな試験であったり、お経のさっきの早いお経の試験であったり、いろんなことをクリアして今年11月1日から行きますって言ったのはいいんですけど、やっぱりこう8月過ぎて9月過ぎて10月になってくると、もう本当に夜も眠れないぐらいの緊張状態になってですね、うん、本当に自分は大丈夫なのかって、もう自分生きて帰れるのかなって、まずそのことがだけが心配で、でもうすごくもう本当に辛かった時期があったんですよ。はい。でそんな時にある日ドライブをしててですね、はい、車を運転してて、隣に今の嫁さんが座ってて、一緒にドライブをしてて、でもう自分の中にですね、そういった弱い気持ちであったり不安なことをずっと溜め込んで誰にも言わなかったんですよ、うん、ただそのドライブの時にふとこう嫁さんに、もう限界やと、もう自分の心がね限界やと思ってですね、ポロッと、はい、俺実は今まで言ってなかったけど、もう今不安で不安で夜も眠れん状態なんやと、うん、本当に自分が修行を行ってちゃんとやれるかっていうのがもう怖くてたまらない、修行を途中でやめてしまったらどうしようっていうふうに言ったんですよ、うん、でそしたら嫁さんがその時言ってくれたのが、ああ修行途中でやめちゃったらね、そういえば臼杵にすき家っていう牛丼屋ができたの知ってる？はい。あそこアルバイト募集してたから、あそこでバイトすればいいよ。うん。お坊さん辞めちゃったとしても、修行辞めちゃったとしても、バイトでも何でもしながら家族で暮らしていこうよと。はい。辞めても大丈夫だよっていうふうに言ってくれたんですよ。でそれですごく自分の心が、あ、やめても大丈夫なんやっていうふうに、本当にこうなんていうかですね、ストーンとこう軽くなったんですよね。ああ、なるほど、うん、それまでやっぱりこう400年続いた お寺の歴史がありますから、自分が、うん、ね、修行途中でやめるような人であってはいけない、やめるような人は家族なんてむしろ守っていけないしっていうふうにずっと思ってたんですけど、はい、それでも大丈夫だよって言ってくれる人が、まあ、いたっていうですね、隣に、うんうん、でそのことがすごく支えになって、うん、で実際に、その100日間の修行の中でも何回もこうもう逃げ出したいなって思うこともあったし、辛くてたまらない日々だったんですけど、うん、でもその時に救われたのは、頑張れとか負けるなよっていう言葉よりも、うん、やめても大丈夫だよっていうその、まあ、一言だったんです、うん、でそこから僕もですね、お寺に、来た人に、何かこうね、悩み事があって相談しに来た人でも、それでも大丈夫だよって言ってあげられるような、うん、まあ、お坊さんになりたいなと思って、うん、作った歌がこの大丈夫っていう今から歌う歌です。遠征さん、はい、今ね、コメントで遠征さんの方が拾えない分、ちょっと僕の方で拾って遠征さんにお伝えしたいと思うんですけど、はい、もうね、この大丈夫っていう言葉すごい素敵です、好きですっていう方もいらっしゃるし、
あとこの大丈夫っていう言葉に実際に救われましたっていう方も結構コメント入ってたので、もうあとね、大丈夫って魔法の言葉ですよねとか、もう泣けますとかっていう方もいらっしゃったので、きっとね、今遠征さんの奥様のね、素敵な奥様のエピソードを聞いて、ね、きっとこのライブ視聴者の奥の方は心をね、打たれてるんじゃないかなと思うので、きっとね、またさっきの中道とはまた違ったね、心ね、感じ方で皆さんね、聞いていただけるんじゃないかなと思いますので。はい。はい。はい。じゃあカメラマンさん、位置的にはそこで、いいと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、衛星さん、大丈夫、お願いします。はい、この大丈夫、最後に、途中で、リピートアフターミーっていうんですね。はい。僕が歌った後にそのまま繰り返してくださいっていうふうにですね、歌があり、途中から言いますので、ぜひとも心の中でもいいし実際に口に出してもいいので、いろんなことに大丈夫だよっていう風な言葉をかけていきます。ぜひとも自分に対して、歌ってあげてほしいなと思います。はい、じゃあ衛星さんよろしくお願いします。ください。はい。で有名な Q さん、彼が死ぬ前で死に残した手紙にはこう書いてあった。なんとかなるから大丈夫、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 なんとかなるもんさ。どうしようもできないこと考えて、勝手に一人で背負い込んで、自分で自分を傷つけることはとても辛かったよね。でも大丈夫、大丈夫、あなたは大丈夫、泣いて悩んでも大丈夫、怒っても大丈夫、僕たちは大丈夫。ではここから僕が歌った言葉をそのまま繰り返してください。はい、ぜひね皆さん心の中でもコメントでもね繰り返してください。嫌われても大丈夫。はい。迷惑かけても大丈夫。はい。完璧じゃなくても大丈夫。はい。失敗したって大丈夫。はい。途中でやめても大丈夫。はい。逃げ出したって大丈夫。はい。無理して笑わなくて大丈夫。はい。僕は僕のままで大丈夫。はい。大丈夫、大丈夫、大丈夫、泣いて悩んでも大丈夫、怒っても大丈夫、立ち上がれそうにない時はゆっくり休んでいいんだよ、自分のこと責めなくても大丈夫、そのままで大丈夫。
最後もう一回繰り返してください。はい、最後繰り返しです。大丈夫大丈夫大丈夫、はい、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 遠征さんどうもありがとうございます。ねえ、もう皆さんからのコメントも大丈夫、大丈夫、大丈夫、もう連コメでしたよ、遠征さん。ありがとうございます。ねえ、本当に、うん。この言葉だけでも覚えて帰ってもらえると嬉しいですね。遠征さんね。はい。あのもう本当ね、大丈夫大丈夫大丈夫っていうコメントがもう連コメでずーっと続いてたのも嬉しかったんですけど、あのそれぞれ皆さんが自分自身に言い聞かせて、あの失敗しても大丈夫とか迷惑かけても大丈夫とかってご自身が自分にこう言い聞かせるようにコメントされてる方もいらっしゃったので、うんうん、ね、本当にね、遠征さんのきっと思いっていうものが伝わってね、あのそれをねご自身で表現されたんじゃないかなと思うので、これ今遠征さん嬉しいですよね。いや嬉しいですね。あの本当に、まあ、いろんな、まあ、ことがあって、ね、日々大変なことも多いと思うんですけど、ね、それでも、まあ、大丈夫だよ、まあ、そのためにあのそれこそ御朱印っていうものがですねあって、お寺をいろんなお寺を参拝する中で、あ、いろんな自分の中の弱さとかをですね、あ、それでも大丈夫だなっていうふうにですね、こう思える時間がひとときでもこう会ってもらえたら嬉しいなと思います。ねえ、本当にね、ありがとうございました。まさかね、歌ってくれるかなってちょっと半信半疑だったんですけど、もうね、いや、ただ遠征さんだったら歌ってくれるんじゃないかなと思ったので、本当僕も嬉しかったですし、きっとね、あのライブを視聴されてる皆さんもね、実際に遠征さんのね、生の声をこのライブで聞けてね、皆さんも非常にね、喜んでいただけたんじゃないかなと思います。ヒロさん、一個、朗報が。朗報？何ですか、朗報？何、朗報って。朗報があります。あの、はい。うん。さっきですね、まぁ、ちょっと練習をしてたときに。はい。まぁ、せっかくヒロさんの誕生日なんで。はい。なんかちょっとバースデーソングでも、ね、僕にできることと言ったら歌うことぐらいしかできないので、歌いたいなと思ったんですけど、はい、バースデーソングよろしいですか？え、僕へ、僕の誕生日ソングですか？僕の誕生日ソングです。いやー、それはちょっと聞いてなかったなぁ。いやー、これはちょっとなんか遠征さんやられちゃったな、やられちゃったなって感じなんだけど。いやー、これはもう嬉しいなぁ。いや、でもさっきできたんで。え、さっき？さっきです、さっきです。本当に。うわー、ありがとうございます。いやー、これはね、ぜひ、遠征さんよろしくお願いします、もう。はい。はい、もうぜひ聞かさせていただきたいと思います。ありがとうございます。では、歌います。はーい、よろしくお願いします。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday, dear hero. ご朱印インスタグラム。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear hero. ご朱印インスタグラム。日本全国の神社やお寺。魅力と思い伝えるヒーロー、百年先も続くといいな、
日本の文化と御朱印スタライブ Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, dear hero, ご主インスタグラム。ありがとうございます。すいません、素敵なソングを。いやー、これはちょっとやられちゃった感あるな。ちなみにヒロさん、おいくつになられたんですか？いや、それはあれですよ。もうこれはマル秘になってるんで。あ、そうなんですか。はい。いや、おめでとうございます。今あれです。ありがとうございます。エンセさんね、さっきコメントでちょっと面白い人がいて、はい。もしかしてさっきトイレ行った時に考えたんですかって方いましたよ。すごいですね、その人の勘は。当たりですか。当たりです、当たりです。そうなんだ。ねえ。ちょっとおしっこしながら考えました。そうなんだ。いやー、もう本当に、もう、最高の誕生日になりました。どうもありがとうございます、遠征さん。素敵なサプライズを。僕の息子ももうそろそろ誕生日なんで。あ、そうなんですか。息子、もうそろそろ5歳になるんですよ。ああ、はいはい。じゃあ、カニ座だ。カニ座です。あ、じゃあね、カニ座は一緒です。あ、カニ座一緒。はい、カニ座ですよ。6月25日はカニ座なので。そっかそっか、カニ座は月だからですね。はい。なるほど、なるほど。ねえ。うちの息子は5歳になるんですけど、ヒロさん、おいくつに？もうそこはいいでしょう。はい、まあ。とにかくおめでとうございます。はい、ありがとうございます。遠征さん。はい。それではですね、もうこの楽しい、第12回スペシャル対談ライブもですね、もう1時間40分がもう経過しようとしてまして。もうそんな経ってるんですか？そんな経つ、もうね、これ、スペシャルゲストさん、今までの方皆さんおっしゃるんですけど、本当に、なんていうのかな、もうあっという間ですねっていう方がね、すっごい多いんですよ。あっという間ですね。はい。で、僕はもう MC をそれぞれの方とやってるんでわかるんですけど、皆さん、もう本当、皆さんにとっては初めてじゃないですか。はいはいはい、はい。そう、なのでね、初めね、1時間半なんでできるかなっていう方が、やってみたらもう1時間半でもあっという間だったねっていう方が本当多くて、すごい。ね、本当に1時間40分が経ちましてね、本当にもう、お時間も11時過ぎてるんですけど、まだね、多くの方がご覧になっていただいてということなんですが、ね、そろそろ、この第12回スペシャル対談ライブも、まあ、お開きの時間に近づいてきたということでですね、はい、遠征さん、今日僕からはじめ、ちょっとライブ告知含めご挨拶した後に、遠征さんに、ライブ視聴者の方にご挨拶していただければと思うんですけど、よろしいですか、その順番で。あ、はい、わかりました。はい、わかりました。じゃあ、まず僕からですね、ライブ視聴者の方へですね、ご案内をさせていただきたいと思います。まずですね、実はもう来週、もうすでに7月になってしまうということで、7月実は気づいたらですね、結構ライブが結構続くんですね。で、まずもうちょうど1週間後の、7月の2日金曜日に、実はオリジナル御朱印帳を、自分用に作ったんですけど、それがですね、実はフォロワーの皆さんから結構反響をいただきまして、今回皆さんの反響に応えるという形で、戦士朱印さんの方にもご協力をいただいて、オリジナル御朱印帳を、制作をさせていただきました。で、その制作した御朱印帳をですね、皆さんからのニーズがありましたので、販売という、形をさせていただきます。で、実はですね、その後に、自分の、まあ、僕のですね、自分の利益の方の全額をですね、困っているお寺さんの方にですね、ご寄付をさせていただきたいと思います。で、こちらのオリジナル御朱印帳の、販売方法と、あと、どちらのお寺の方に寄付をするということも含め、それをすべて諸々ですね、ライブで、皆さんにご説明をさせていただきたいと思いますので、
来週7月2日の金曜日夜9時半から、こちらの方をお届けをさせていただきたいと思います。あとその次の週7月の10日土曜日はですね、ヒロ御朱インスタライブ1周年記念祭ということで第13回スペシャル対談ライブがあります。でこれはですね、先方のちょっとご都合もありまして、夜8時からスタートということで、ちょっと時間が変更になりますけど、夜8時からのライブスタートとなります。あとは7月24日、これはすでに出られる方は、出演される方も事前に言ってますけども、第10回から第12回を振り返る、ライブとしてですね、第6回の、聖法院の龍禅さん、そして第10回八重田神社の福田さん、あとは今回、ナムナムナイト枠からですね、領導さんという形で、龍禅さん、福田さん、領導さん、僕の4人でですね、振り返りライブをお届けしたいなと思っておりますので、まあ7月は結構ライブが続きますので、ぜひね、お楽しみいただければと思います。それでは、遠征さん。はい。はい、僕からのライブ告知を終わりましたので、それでは、遠征さんの方にお渡ししますので、遠征さんの方からご挨拶最後お願いします。本当に皆さん今日はありがとうございました。まあ、先ほどもちょっと言ったように、法恩寺では、まあ、郵送御朱印っていうのを格付きでやってます。で、たまたまですね、7月、1日から3日の間にまた郵送御朱印の期間を設けて、やりたいと思ってます。ぜひ YouTube で、お参りをしていただいて、そこから申し込んでください。こういった7月の季節の蓮の花のですね、とか花火の御朱印と、もう一つは YouTube でこういった御朱印一言説法をしている御朱印から1枚をですね、お渡しさせていただきます。法恩寺では、まあ YouTube 上で、ぜひとも手を合わせていただきたいっていうそういった願いから、ライブお参りに参加していただいた方のみ、御朱印郵送というふうにさせていただきますので、そこはどうぞよろしくお願いします。また、アーカイブでも見ることができますんで、3日間以内に申し込んでいただけると嬉しいです。で、最後に、この、大丈夫お守りっていうのをですね、ちょっと前に作りました。こちらも、申し込めるようになってます。ぜひ、いろんなことがあったときに、この大丈夫お守りを握るとですね、さっきの歌が頭の中でメロディーが流れてきますので、ぜひこの大丈夫お守りも一緒に、もしよかったら、自分のためにでもいいし、大切な方のためにでもいいし、ぜひ、申し込んでいただけると嬉しいです。ヒロさん、今日はもうありがとうございました。本当に大切な、誕生日の、ね、こんな夜に、一番大事な時に、いただいてありがとうございました本当に。今ねちょうどね僕横で嫁も一緒にこのライブ見てますので、はい、もう嫁さんに申し訳ないですよ。いやいやいや、もう遠征さんがねサプライズで歌っていただいたハッピーバースデーソング今嫁も横で聞いててすごく感動してました。ああね本当ですか、嬉しいね。遠征さんもまたコロナ落ち着いて、こっちの関東に来ることね、あったら、ぜひ、御朱印ミュージアムも遊びに来てください。はい、わかりました。ね、わかりました。え、先生、ちょっと僕からちょっといいですか？はい。はい、すいません。これはライブ視聴者の皆さんにですね、ちょっとお伝えをさせていただきたいと思います。まあ、今日、遠征さんの方からですね、まあ、誕生日ということで、ライブ視聴者の皆さん宛てに、御朱印のですね、ご祝いのですね、特別のプレゼントを、5名様にいただきました。で、こちらの応募方法については、またキーワードをですね、コメントに入れていただくっていう形で、いつものような形で、ね、やらせていただきたいと思います。ただですね、中には、プレゼントは、特に希望はしないんだけども、例えばコメントは入れたいですっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、そういう方は、キーワードとかは特に入れず、コメントだけでも残していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。遠征さん。はい。はい。それでは、4月のですね、ライブから、ヒロ御朱インスタライブ恒例となりました、スペシャルゲストさん、そしてライブ視聴者の皆さんと一緒に、
最後、ご縁に感謝の決め台詞、コールをして、お別れという形ですので、遠征さんご協力いただいてもよろしいでしょうか。お断りさせていただきます。もうね、それね、もうみんなね、あれですよ、もう、免疫できてますよ、もう。ね。終わりましょう。はい、はい。だけどね、本当にこのライブを通して、遠征さんのお人柄、ね、本当に皆さんに多く伝わっていただいて、本当はコメントでも、ね、本当にユーモアある人ですね、とか、素敵ですね、とか、ね、もう本当に皆さんに遠征さんの人柄が伝わったっていうのは良かったですし、あと、さっき遠征さんの、お話しされてるときに、YouTube も見てみますとか、登録しますとかも結構コメントあったので、もう、はい、僕もね、本当に遠征さんのお人柄が、このインスタライブを通して伝えられたこと、本当ね、MC として大変嬉しく思います。はい、じゃあそれではですね、皆さん、もう視聴者の皆さん、感謝のコメントはもうスタンバイできていますでしょうか。それでは行きたいと思います。遠征さん OK ですか？はい。はい、じゃあ行きまーす。それでは、ご縁に感謝。はい。あ、わ、感謝来ましたね、コメントが。はい、どうもありがとうございました。遠征さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ライブ視聴者の皆さんどうもありがとうございました。おやすみなさい。失礼しまーす。